前田殿も。毎度、岩本でございます。岩さん、久しぶりやな。久しぶりですね。久しぶりやんか。お元気やったっすか？岩本らしからぬ体調不良出てもうて、この真夏に、お盆の頃。はい。副鼻腔炎。あ、僕も。なんか多いな。多いというか、僕は携わったことがなかったから、はい、周りに結構それなる人おるっていうことに初めて気づいて。はい。うん。ほんで、耳鼻咽喉科。はい。生まれて初めて耳鼻咽喉科に行った。強かったよ。でもう50過ぎて、わーかん、もうさ、おかんが病院行け、病院行け、言うから行ったかな。はい。で、最後、もう、あ、この、あの、耳鼻咽喉科ええで、で、あ、でも、尿意さんで、きり、あの、丁寧にしてくれると、ほんなら行くわ、って言って。丁寧にしてくれた。細いの入れて、シュッシュッやって。で、ちょっと鼻水取りますね、って奥の方までガーガーってなったりして、喉も見ときますね、とか。で、あ、細菌がいますね、って、あの、ちゃんと映してくれたら、菌がおんねん。はい。一瞬びっくりしたよ。なんかコロナの菌みたいなのって、ちょっとちっちゃい、ペペ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 自分でおかしなって思って、そっからもう耳鼻咽喉科の病院がみんな笑いに包まれてしまって、診察にいつもの3倍ぐらいかかったと、時間がこんなオチまであんねん。でもすごいな、最近の薬すごいっす。すぐ効く。もう絶好調や。絶好調か。絶好調。何も喋っていきましょうよ。行こう行こう。パリよりも暑いですからね。暑いな。あのソフトバンクが連敗しててマジックが減らないとか言ってたけど、はい、言ってました。うん、なんかパリーグをわざわざ盛り上げてんのかえって言うような、なんかね、まだまだゆとりは見える。うん、だってあの後ろのピッチャー、打たれてるピッチャーもなんかあのチャレンジゾーンのピッチャーが打たれてるから。そうですね。うん、がっつりリリーバー、あの左のね、だっけフェルナンデス、はい、強い球投げてるし、うん、オスナが合流してるって聞くし、うん、で松本はちょっとなんか肩痛いから、疲労からによる肩がね、うん、言われてましたね。でも球速いピッチャー杉山なんかもその気になってるし、はい、なんやかんやで強さはそのままあんねん。打つ方も打ってんねん。コンちゃんがちょっと下がってたけどまだ上がってきてんねん。あー、えらいことなってるわ。ソフトバンクはまあマジック13行くな、行くなと言っていますが、備え言うても日本ハムの8月ほんで9月に入っての大躍進すごいやん。すごいですよ。なほんで今週もさ4勝1敗や、はい、ホークスに2連勝あれすごいな。1試合目はいきなりマンチューのホームランから始まったんだっけ、うん、ほんで逃げ切りや、うん、で田中正義復帰してセーブや、はい、で次の試合は大逆転やん9回に、はい、あったんよね。で、うん、ほんで田中正義締めくくりや、はい、こんなんある。あの短期決戦やってきて当たることがすごく予想されるやん、この2チームは。あのいかに嫌な印象を植え付けるかっていうのもとっても重要なところで、その作業でいうと100点満点の福岡の試合やったね、日本ハムは。なんかこう下位捕手、うん、やっぱおそらく正捕手でね、うん、もうずっと行けばの CS もかぶるだろうっていう、うん、ところに対してこうファイターズ新庄さん含め、うん、なんかこう対下位に印象付けることをすごいしてるイメージがすごいするんですよ。あのチーム全体でそういうミーティングも行われてると思う。はあ、やっぱそうですか、うん、だと思うよ、うん、だって足の速いランナー行った時、はい、あの回が結構あのキャッチャーゾーンで窮屈になるもん、野球が。おう、うん、あの回がよ。そうなんですよ、世界を、ね、経験する甲斐選手が、うん、こうベンチを気にしてる様子とかがすごい見るんですよ。スクイズあるかなとか。だからその空気ってピッチャーにも伝わるから、はい、だからあの福岡での、日本ハムとの試合は日本ハムが印象付けといったみたいな100点満点の2ゲームだったと思うよ。そう、ほんでその日本ハムはそのまま勢いよくバファローズと戦って2勝1敗よ。バファローズが、オリックスが役者の充実があったらオリックスも3連勝でもおかしくないぐらいの展開だったからね。そうですね、うん、野球の内容でいうと、あれここで1本4番がそれかとか、うん、バファローズファンの人は結構そういうの思われてると思うけど、まあ、どのチームも低迷している選手はここで1本が出ない、もうそれが多い、うん、で次の1本が出てるチームが芳しい星を上げていくわ、うんうん、ちょっと森選手がね怪我でっていうところと、何かやっぱ今年揃わないですね、バファローズ。揃えへん、レースイングしてるな思ったら逆の方が早かったら言って、そうなんです、松岡の岡田さん言うてたやん。で、リクエストのおかげであそこにカメラついたんだね、そこに。いろんなトピックスもあるわ。うん、で、まあ、そんな感じのオリックスの話ですけども、うん、T 岡田選手が、あ、そうやね、引退するという引退、ね、ニュースも入ってきましたね、今週。ホームランキング1回取ってる選手ですよ、うんうん、でもやっぱ怪我に泣かされたね。怪我に泣かされてもがいてた、ほんで自分を奮い立たす作業もやってた、うん、
でも筋肉が大きいだけに、ちょっと限界感じたかな。さんよくいじられてましたけど、 パリーグのね先頭を走る選手やったんやって、うん、でも3連覇の中で T の功績も大きいから。そうですよ、オリックスの功労者ですよ。はい、僕は関西にいるから、行った時から、オリックスの応援した時に T さんが活躍してたイメージなんで、やっぱりあの時の強い時の最後なんか涙のバッターボックス、温かく見守りたいね。そうですね、絶対用意してくれると思う。でも和製大砲を作っていってほしいですね、これから。欲しいね。そうですね、T が活躍してたらとか、頓宮杉本が調子良ければとか、胸が走り回ってたらとか、中川圭太が怪我少なかったらとか、もうほんま主役と言われる選手たちが今シーズンもう離脱の連続だったもんね。そうですね。でもその中でも僕は争いまで持ってきてはる中島さんもすごいですよね。ほんまに我慢強いね。ピッチャー何ね、どこ行ったのみたいなばっかりですよ。スタチアムもファイターズに行ったし、ね、吉野部もおらへんし、はい、山岡どないしてんねん。東怪我、東も怪我や。ほんまやな。そうです、宇田川、阿部、みんないいんですよ。連覇の役者みんなおらへんな。みんなおらへん。最近山岡 TikTok しか見ないですからね。ファンが上げてます。香水なんですか。香水はオフシーズンに置いとこう。でもオリックスはもうここまでなったら大きく変わるチャンスやからね、今週は3勝3敗か、その中でもできた選手とか若い選手たちも出てますから、そうやね、こういう意味ではこう育成と両方をしながら、あと若い選手で言うとさ、はい、大里、おお、一時パーン出てきた時にインパクトあったやん。ありました。でやっぱりプロの厳しさってその目の前に叩きつけられるわけやん、はい、ほんで2軍にまた落ちたわけやん。そうです、上がってきた時驚いた。結構こだわりあったと思うね、後ろ髪、はい、長い長髪切って短くしてすっきりしてきたよ。あれ不思議やね。あの女性がさ、よく例えで言われるのが失恋とか恋とか内面での心境の変化があった時に髪を切るとか、ことをよく言われるけど、男だって一緒やもんね、ちょっとバリッとしようかみたいな短くして、でシャッと背筋伸ばして出ていくもんや。だって毎日鏡見るときにその容姿によって気合の入り方ちゃうもん。今思えば僕だって現役の時は結構短めやった。でオフシーズンにちょっと長くしてサラサラやでとか言ってたけど、最近猛攻の数が心配になってきたけど、ね、でロッテ、はい、ロッテ楽天、お、まあ、今週はねこの2チームの4連戦がトピックスやったやんか、楽天が4連勝やったらひっくり返ったわけでしょ。そうですよ。でロッテは大きく引き離すチャンスやったわけでしょ。2勝2敗ってこれまだまだ分からんやん。でこの2チームまだ5、6試合直接対決残ってるわけでしょ、はい、これは熱いな。ほんでここで勢いつけてパンパンパンって連勝したら今度日本ハムに追いつく追い越せになってくるから、一気に地元開催もあるんですよ。で日本ハムはやっぱ8月で9月に入ってると調子いいんで、周りのチームたちは目いっぱいターゲットとして、ローテーションで言うと上の3枚とかよく言われる、表の3枚とか言われる、そのピッチャーぶつけてくるんちゃうかな、まあね、ロッテは佐々木朗希投手が登板したりとか、一方楽天は、ね、早川投手が10勝したね、10勝したりとか、左の2桁おらんかったんやね、でもあそこは楽天はだから庄司が今シーズン活躍できなかったとか、まあ、怪我でね、怪我で手術しましたし、なんか見込みのある選手がやっぱ1人2人かけるとこうなるわね。でも僕思うに、ね、楽天はもう浅村次第のチームやと思ってんね、浅村好調だとチームも勝つわ、本当今まで見てると。浅村の前にランナー浅村がガツン、そういう勝ち方ちゃうかな。辰巳選手もね状態いいですし、いいな、あのメイクチャンスやね、ほぼ ね、でも、はい、終盤さよならの場面だったらなんか辰巳ってやるよなって感じやわ。ここにいると安田選手がちょっと出てきたんじゃないですか。岩本さん、もう楽天安田、安田ちゃうで、もう岩本選手安田や、安田頑張ってくれよ、キャッチャー、キャッチャー争い、9月2割8分6厘ええやんか、3割近い、キャッチャーで3割近いって相当塁に出てますよ。最初ずっとね2軍でいい成績あったんですけど、全然上がってこずに、あのバッティングの調子良くなってくるとリードも良くなるんで、はい、あの出すタイミングやひらめきがすごく冴えてくるっていうのがある、そういうのに乗っかっていくと楽天の浮上あんねんな。そうですよね、打線はみんないいですから。でこれ安田でいうとロッテも安田ググッと来たよ。ああ来ましたね。で藤原だって日曜日の試合8日9月8日の日曜日の試合、ほらもう引き離されたら追いつく藤原が、ほんで追いつかれ、あの突き放されたらまた藤原が追いつく、そういう打点を稼いで最後もぎ取った試合あったからね。これ周りセントラルリーグもさ、今もう何優勝争いとか A クラス争い激化してるやん、はい、もう一日一喜一憂って、ま、もう毎日そうやんか、寝れないですよ。おほんまに本当に。これパーリーグもみんなそれぞれ大変やな、はい、この夏みんな大変やったね、
オリンピック、パラリンピック、ほんでプロ野球のペナント、セパともに激化してるこの順位争い。ねえ、ここまでなるかってぐらい。で、西武よ、ちょっとサマ変わってきてない。あの、選手やけど、日本ハムと戦ってる時に、新しく抜擢される選手たちの活躍が目立って、うん、その気になっている若手で、刺激を受けているベテラン、ここに来て、すごくバランスのいいチーム状況が、すごく活気あふれてるっていうか、西武が元気だと、周りのチーム、今までだったら、西武ライオンズに対しては、取りこぼしなんて言葉もあったけど、ライオンズが元気やから取りこぼしどころかダメージまで与えられて、変な話順位争いに影響あるからね。結構ライオンズの存在って不気味やわ。ここに来てね、うん、ここに来て今まで眠ってましたから。寝てたね、うん、ライオンはよう寝るな。寝すぎた、まあ、寝すぎた寝すぎて責任ばっかり取らされてる。上が大変やわ。もうそんな責任でチーム見てたらね、はい、全然ファーストストライクバット出せへんしとかあったんやって。あったよ。でもそれを変えたのはやっぱりベテランの栗山ちゃん。大きいですね。栗山拓実が日本ハム戦でさ、川野からライトにもう決め打ちのホームラン打った、あのあたりから、あ、バッティングとは、勝負どことはみたいな、なんか若い選手にすごい大きなメッセージがあったかなと思うね。でもその日本ハムぐらいの佐藤達も4番打って今ほんまや、流星。夜を越えてゆく夜を流星のサドルよ。その気になってるやん。はい、大活躍ですよ。今3割3分。なんか思わず週刊パリーグで喋ってるとさ、日本ハムのことちょっと遠慮して喋ってもらうな。まあでもね、普段やっぱり日本ハムのこと出しますから。うん、そうやね。だから余計ね、他の球団この間マルチネスがこうアイブラック、はい、新しい形になってたで。水谷が日本やん。はい、俺トンボにしか見えへんねんけど、彼なんかカブスのメジャーリーガーをなんかこう崇拝してて、それをこうやってるわけでしょ、日本戦術、はい、でこの間マルチネス出てきたらアルファードのテールランプみたいになっとった。ほんま電気ついたらバックギア入れてんのかなと思うぐらい。その辺思うてたらサヨナラ押し出しと、うん、次の日のスリーランやん。すごいやん、アルファードやるな。もうヒゲなくなったもんだ。今度もトヨタの車のテールランプできよったわ。どうなんですか、4本3本見られてて、もう解説されてる中って、やっぱりソフトバンク強いんですか。そこずっと聞きたいんですよ。連敗したけど、連敗中にコンちゃんの調子が上がってきたりとか、悩みの種の解消っていうのがあったんで、そんなに、そんなにですわ。約20ゲームずぐらい残してる中で、20ゲーム弱か、各チーム。そこで、マジック13っていうのは、まあ、そのまま消化できる数字やと思う。パリーグで、そのソフトバンクが優勝した時に、いかに脅威となるチームが、そのすぐ順位の下にいるのかっていうのが僕ポイントやと思う。さっき言った日本ハムはソフトバンクにインパクトをめちゃくちゃ分厚く残して、終えたカードがあったし、うん、でこれロッテとソフトバンク、楽天とソフトバンクなんていうのも考えることがいっぱいあるんじゃん。ソフトバンクはもうデータ屋さん、データ係の人大変しんどいと思うよ。ほんで日本ハムはファーストステージで当たるで、どの球場で行うのかっていうのもモチベーション変わってくるし、ロッテと対戦となったら今シーズンの相性でいうと圧倒的に日本ハムでしょ。それがそのまま短期決戦でも数字のと同じように反映された試合になるのかとかさ、解説者も大変よ。で何が大変ってスケジュール組むの大変や。地元だからファイターズ追いかけてる解説者でしょ。地元開催やったらここのここのここのとおいて解説もあんねん。でも違う球場で言うたらそこガラーンと開いたりすんねん。もうソフトバンクの2回のね、うん、死活問題よ。死活問題ですよ。おーそうですよ。そう俺まだファーストステージ勝ち上がってファイナル行くとなったら、福岡での試合であってもソフトバンクが優勝してね、それはそれでね乗り込んだりとか、はい、シェアしてやりましょうとか放送形態があるんだけども、これがまた違ったことになるとガナンと開いてまうんや。言ってましたもん、日本ハムと、うん、あ阪神とオリックスやって感染ばっかりやから、うん、周りの解説者がみんな大変暇で暇でしゃらなかった、暇でたまらなかった。もうおかげで YouTube みんなチャンネル争いやね、うん、本当にで、そういう事情が今数年あるやんか。ありますよ。みんなそれぞれチャンネル要素を持ってはるやん、はい、いろんな人が、はい、でこうやって僕らみたいに掛け合いで喋ったりとか一人喋りやってる人同じように多いやんか、はい、ほんならな、各解説者喋りうまなってもうて、はい、パッケージ持ってんねん、はい、なんか起承転結でちゃんと落ちまであんねん。そうですよ。関本うますぎや。関本さん驚いた。ジャンクスポーツでびっくりしたんかな。結構うまいですよね。もうパッケージ持ってんねん。2軍の、ね、家の話とかの。そう面白いですよね。そうやねん、うん、背中に背番号や名前が言うても、絶対嘘や思うんですよ。いやいや、あれほんまやで。ほんまですか。ほんまや、ほんまやけど喋りがうまいわ。うまいっすよ。うん、ちょっとメラメラ火ついたね。そういった解説者の喋りどこ争いといった意味でも順位争いは、
本当に目が離せませんな。